はい、おはよう。今朝も元気なちゃんくん、ぽんちゃんです。ふいふい、あったかいね。日がいっぱいさしてね。じゅーん、またお届け物、いただき物、ありがとうございます。猫型なんだ。猫の形をしたお皿。そうだね、ご飯を入れるやつ、ね、かけてみろ。そういわゆる陶器、陶器のことをセラミックって言うんだ。セラミック、あ、プラスチックなんだ。ちょっと重みのある。ホワイトとグレーって書いてあるよ。あ、こっちに書いてあるかな。はっはー、ちょっといい感じだね。なんか食べやすそうだね。うん。そして映えるね。映える。ここ2人で並んでこれ食べてると映えるよ。あ、これ少し斜めになってるのかな。そう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 、なるほど。いっぱい入るね。うん、本当だ、ちょっと重たいんだ。多分座りがね、この足で調節してんのかな、うん、そうだね、ちゃんと斜めで、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。美味しく食べていただきます。ちゃんくん、ぽんちゃん、どっちがどっち、どっちだろうねそのうち決まるでしょう。うん、ちゃんくん、今日はあったかいね。そして続いて届きました。あ、はい、ありがとうございます。先にお礼を言っておきます。ありがとうございます。なんかすごくいっぱいになってます。いっぱいになってます。なんかこのこれもかわいいよ。にゃんこがいるよ。ほんまやね。ねえ、いちいち取っていただいております。そうだね。全部出して。何出す？うわぁ、なんだ？猫だ。なんか可愛いのがいっぱい入ってる。なんかおしゃれっぽいね。これ可愛いね、缶、にゃんこの缶。さあ、あ、はい、カエル。カエルの洗濯バサミ。そしてブラシ。ちゃんくんたちのブラシ。また違う感じのやつなんだね。本当だね。あ、またムーミン。あ、除菌。ノンアルコール除菌ムーミン。この間もムーミンいただいたの。ムーミンすごいな、いっぱい。全部開けた状態からいきましょうか。はい、それから開ける。誰が何だ。これなんだろう。中にはエコ、オリジナルエコバッグブルーって書いてある。へえ。あ、カルディのエコバッグなんだ。また可愛いプリントがされてる。カルディさんはいろんなものを出してるんだね。そうだね。よいしょ。カルディ、カルディ。カルディの、お、なんだっけ、こういう色が流行るっていうのをやってたね、この間。やってたね、なんだっけ。GU のやつでね。あれ？そうだっけ、うん、水色だっけ、黄緑じゃなかった、水色だっけ。なんかでも割とこう綺麗な色、緑、うん、あまり日本人はさ、選ばないような鮮やかな色のね、うん、可愛いよね。はい、ありがとうございます。綺麗な色、ジャン君の書いてあるね、目の色。そしてこれもこれで、あ、そうだね、これはこれで。あれ、これは何、よし、本物。あ、え、ケッ、あ、保護フィルムね。あれのね。あら、
俺フィルム貼ってないんだっけ、はい、あ貼ったね、貼ったけどなんかちょっとよれてきてるのは確かだね。え iPad も貼ったの、うん、貼ってある。あそうなんだ、もともとついてきた。あそうなんだ、はい、じゃあありがとうございます。これってことは iPad 入っちゃうのかな、ここようなサイズなのか。え、ね、でも iPad 用とかではない、うん、だって iPad はあれでしょ、なんか入れ物あるよね、はい、うん、でもこれはこれで使える、なんかちょっとおしゃれな、うん、はい、じゃあカエル開けてください。カエルさん、カエルさんのあの洗濯バサミ、このままこうやるやっとくと可愛いです。にゃ、はい、ありがとう、ありがとうございます。ブラシ、ブラシ、このブラシは何か、ここを押すとこうにょって出るんだ、毛が取れる。みんないろんなこと考えるね。にゃんくん、にゃんくん、にゃんくんが好きそうなブラシだよ。そんなことまで気にしていただいて。そうだね、なんか申し訳ないし、なんか立派な折りたたみの傘だよ。お、失礼。あ、かわいいよ、ほら、おしゃれやね、かわいい、こういうところが、うん、ね、うん、かわいいね。ではこっちの、こっちはじゃあ私用ってことだね。そうだね、こっちが黒犬用。お、よいしょ、お、ダンディーじゃん、いいよ、なかなかかっこいいじゃん。これ画面に映るとちょっと赤く見えるけど、実際は、うん、紫の濃い色ですね。え、紫なの？私の茶色っていうか紫、ね、茶色っぽい、茶色っぽく見えます、うん、ちょっとね、画面を明るくしてるから赤く見えちゃう、ね、赤っぽい茶色っぽい色です。茶色かな、ちゃんとした色になるまで落としてみる。こんな感じかな、もうちょっとかな、はい、ということです。そう、露出を今変えてみました。はい、今度はこれは後で畳みます。何、ね、だろう、何かが入ってるのかな、缶になってるね、うん、ボールチョコって書いてある。おお、チョコレート入り、チョコが入っています。またこれは缶は缶でずっと取っておくと、ね、取っとくね、うん、そしてこれはメモ用紙かな、うん、あ、メモ、メモスタンド、メモスタンド、うん、そして、あ、これなんかキャンディーが入ってるね。これもキャンディーが入ってるの。キャンディーを入れてそのおまけにこういうグッズが入ってるのかな、いわゆるびっくりマンチョコ系列。なんかカルディさんのさやつってさ、うん、結構そう前にいただいたクリスマスのやつも可愛いさ、うん、あのクリスマス用の飾りのにゃんこちゃんにキャンディーがついてるとかっていう感じだったので、うん、そういうことかもしれないね。そういうシリーズ。そうだね。はい。あ、あはーん。チョコでーす。なんか子供が見るとワクワクするんだろうね、こういうの。かわいい。ちょっとキラキラしてるしね。うん。へぇ、避妊去勢した後の体重ケア。要するにダイエットってこと、ね、あ、そうだ、うん。ダイエットっていうか、そうだね。あの、避妊とか去勢した子ってさ、うん、ちょっと太りやすかったりとかするので、そういう子の専用のご飯ってことね、うん、あ、箱に入れてるとかさばるから、これを潰して、この、そう、潰して、これはこれでいってくれ、すごい、気にしていただいていっぱい。このダイエットをしなきゃいけないのは俺だ、ええ、だいぶお腹が出てきたから、ね、ワンちゃん、ジャン君はね、なんか全然太っ
らないんだけど、こんちゃんがちょっと丸くなったかな。こんちゃん、こんちゃんくん、これは何？これは何かな？なんだろう。あ、ボールペンって書いてあるよ。にゃんこボールペン。これもカルディさんです。はあ、面白いの。かわいいね。首輪もちゃんとしてる。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこれはおかかかな。あ、ちゃんくんたちのおやつ。うん、かかじゃなくてマグロだ。マグロだ。マグロ削りと、うん、マグロ節ってことだね。あ、これも。これ何？にゃんにゃんカロリー。うん。は？流動食。濃厚な美味しい味わい。ミルク風味。あ、こんなおやつ初めて見たかも。このおやつ見たことなかった。へぇー。よいしょ。これは人間さん用です。人間さん用のおやつです。これと、なんかもう、至れり尽くせり。にゃんこ用おやつ。あ、なんかすごいかわいいパッケージの。これは触った感じカリカリ。あ、違う。コーヒー。にゃんコーヒーって書いてある。人間用ってことか。そうだろうね。コーヒーは飲まない、ね、猫は。そうだね。レギュラーコーヒー。あ、コーヒー豆なんだ。かわいい。私たち。にゃんこの。にゃんこのやつだって。猫のシリーズずいぶんあるんだね、カルディさんは。なんかね、最近にゃんこ増えてるよね。なんか普通にお菓子コーナーとか、うん、あのバレンタインとかホワイトデーとかのところも、うん、にゃんこのものがちょっと増えてる気がする、はい、パッケージが。そうだね、これは人間用だね。コーヒーと、はい、コーヒーに合ったお菓子。にゃんこの、にゃんこの、開けてもいい？にゃんこ巾着？カルディさんって本当にいっぱいいろんなものが、これもカルディさんのマークがついてるもんね。巾着でーす。かわいい巾着。よいしょ。これにこれを入れてやって、うん、これ、はい、マシュマロ、うん、ヨーグルト味。あ、グミだ。グミだね。うん、肉球型グミ。へえー、なんか本当にいろんなものがいっぱい。もう近所にカルディさんなくなっちゃったからね、うん、うちね。うさぎさんと鳥さんと、これはチューリップかな。なんか前に見たことがあるかもしれないです。こういうなんか完全に抹茶色いさチョコがあるじゃん。うん。それのなんかツートンに分かれてるなんかのを見たことがあるんだけど、それをまたさらに進化させてるのかな。三種類くらい。そうだね。色がついてるよ。マーブルっぽく混ぜてあるね。うん、スプリングトリファンスプリング。そっか、もう春ってことね。どうも。ありがとうございます。はい、ジャン君。はい、そしてはい、ポンちゃん。あ、ポンちゃん暗くて見えませんポンちゃんもお礼を言っておりました、ね、どうもありがとう。これをこれで食べればいいのね、ここでね。